自分で作ったリサイクル畑で楽しくお掃除をしましょう。用意するものは破れたストッキング、広告で作った紙の棒、ビニールテープ、セロテープでも構いません。道具はハサミです。ストッキングは足の部分を使います。この端と端を持って半分にします。輪のところを切りましょう。こうして用意しておきます。紙の棒は端っこの柔らかいところを折っていって、硬くなってきたあたりで折り返します。ここに先ほど用意したストッキングを挟んで、キュッと挟み込んでビニールテープで巻いていきます。根元をしっかり巻いたら、折り返した部分も巻いていきます。吊るすところを作りましょう。ちょっと長めのところを2センチぐらい切って、これを引っ張ると、ストッキングの輪ゴムができます。棒の反対側を折り返して、折り返したところにこの輪ゴムを挟み込みます。そして先ほどと同じようにビニールテープで巻いていきます。これで出来上がりです。一人でテープを巻くのが大変な時には、二人組で作業しましょう。一人が引っ張っていて、もう一人がテープを巻いていきます。こうすると、小さなお子さんでも簡単に作ることができます。ストッキングじゃなくても毛糸でもできます。昔はボロ布を細く裂いたものを使っていました。作り方は全く同じです。こうやって吊るしておきましょう。真っ黒になったら、そのまま捨ててしまうことができます。